岸田総理が昨日、新型コロナ感染者の全数把握の方法を見直す方針を示したことについて、鹿児島市の下鶴市長は今日、保健所や医療機関の負担を軽くする取り組みなら歓迎したいとの見解を示しました。岸田総理は昨日、医療現場の負担を軽くする措置として、感染者の全数把握に関する詳細な報告は、自治体の判断で高齢者などに限定できるとする方針を明らかにしました。これを受けて、鹿児島市の下鶴市長は、今日の定例会見で、負担軽減の取り組みにつながるなら歓迎したいとした上で、次のように語りました。自宅療養の方々の健康管理、健康観察、ここをしっかりと行っていくことが重要でありますので、そこが担保した上でできるかどうか、ここのところがポイントになってくるだろうと、現時点では考えているところです。下鶴市長はこのように述べ、今後、国から示される内容を注視し、県との連携を図りたいと話しました。